サムライジャパン山川穂高、決戦直前の生ガキランチが波紋、万が一があったらどうすると怒りの声も。休養日に大城匠、中野拓夢、牧原大成を連れて、マイアミの高級宝石店に買い物に行っていました。山川は英語が苦手だと明かしていますが、持ち前のキャラクターで店員とも打ち解け、写真撮影にも喜んで応じていた。ダルビッシュの決起集会前に葉巻集合を連れて、観光客が多数訪れる有名なシーフード料理屋にランチに行き、生ガキやエビなどを食べ楽しんだようです。山川も牧との会食を自身のインスタグラムで公開している。驚いた顔でスマホを食事に向ける牧に対し、デスターアーシャと、DeNA 選手がホームランを打った後のパフォーマンス、デスターシャを指したと思われるコメントを残している。だが、この山川の投稿が侍ジャパン関係者の間でちょっとした不安材料になっているという。侍ジャパン関係者が語る。生ガキは栄養満点でアスリートからも注目されている食べ物ですが、ノロウイルスのリスクがあるため試合直前では控えるべき。寿司や生卵も同様です。ノロウイルスの潜伏期間が24から48時間なので、3月22日の決勝戦に被ってしまう。さらに感染力も高いので他の選手へのリスクも懸念されています。サッカーはこうした食事管理は徹底されていて、ワールドカップの時は徹底した対策を行っていましたが、野球は選手個人に任せるケースも多い。関係者の間でもこの投稿は話題になっていて、まあ大丈夫だろう。という人もいれば、万が一があったらどうすると怒りを見せている人もいます。さっきも元気に打撃練習してた定期。大事な試合前に食うもんちゃうわな。山本正成のいかもしれへん。山川はレギュラーポジションを取っていないので、生ガキに当たったとしても、チームにあまり大きな影響はないだろうし自己責任の範疇。カキって新鮮かどうかは関係なく、当たる個体は加熱しようが超新鮮だろうが当たるようなので、避けるに越したことはない。これは何とも言えない。生ガキとかヤバすぎやろ、あれ当たるともう試合でれんで。生ガキってもうバカンスやん。あんまり良いカキに見えないな、種類が違うんやろうけど。巻もスタメン落ちした模様。まあリスクは避けるべきだわな。チャンネル登録よろしくお願いします。